はい、それではこの例題の連立方程式に関する、拡大係数行列ね、これを、簡約行列に行基本変形していきたいと思います。まず最初にですね、1、1、7、1がありますね。ですからこの1をうまく使ってですね、この1列目の他の成分を0にしてあげましょう。で、そのためには、変形をするわけですけども、まず1行目は変形しませんので、1行目のコピーをそのまま書きます。そして最後が3ですね。で、次に何をするかってことですけども、まず2行目にですね、1行目の2倍を引いてあげるわけです。ですから1行目の2倍を引くと、いうことになりますから、2引く1の2倍を引いて、ここが、めでたく0になるわけです。で、次が1引く0の2倍で、1ね。3引く、2の2倍4ですから、3引く4で、マイナス1と。次がマイナス1から、マイナス2を引くと、つまり2を足すことになりますから、マイナス1足す2で1になる。で、マイナス1から、2の2倍4を引きますと、マイナス5ですね。で、最後は1マイナス1に、3の2倍6を引いてあげて、マイナス7。こんなふうになるわけです。で、3行目についてもね、最初の1列目の成分を0にしたいわけですけども、この場合は1行目のマイナス1倍を引くと、回りくどいんで1行目を足すというふうに言いますけども、じゃあ1行目足してあげるとどうなるか、1足すマイナス1でめでたく0に、0足す3で3、2とマイナス5を足してマイナス3、マイナス1と4を足して3、2と1を足して3、それから3とマイナス6を足してマイナス3ですね。こんなふうにこうなるわけです。で、ここでは最初の11成分が1だったんで、うまくいったわけですね。ここが1だったからね。で、もしここが1じゃなかった場合は、一つの方法としては、別のこの1列目にですね、他に1があったら、行の入れ替えをして、1行目に1を持ってくるという方法でもよろしいですし、どこにも1がなかった場合は、もしここが1でなかった場合は、この数の逆数をですね、1行目にかけてあげれば、この1行目の11成分1になりますからね。そんなふうにして、原理的には計算できるわけです。逆数をかけるとですね、成分に分数が出てきますから、計算は少し難しくなるかもしれませんけれども、できないことはないと、そういうふうに考えていただければよろしいかと思います。で、次はですね、この1を使って、この1を使って、この3を0にしようと、そういうことですね。もうここはすでに0になってますので、この2列目の、この3の、2列目の3行成分3をこう0にしてあげたい、こういうわけです。ですから、ちょっとコピーしますかね。これをコピーして、貼り付けましょう。こういうことなんですけども、これから何をするかというと、ここを3にしたいわけ、ここを0にしたいわけですね。3行目の3を0にしたいわけですから、ここは3行目から何をすればいいかっていうと、2行目の3倍をこう引いてあげればいいと、こういうことになるわけです。で、それを計算しますと、3引く3で0になりますね。で、マイナス3からマイナス3を引きますから、ちょうど0になるね。で、ここも3引く3で0です。で、次は3からマイナス5の3倍を引く、すなわち15を足すということになりますので、ここ18ですね。で、次はマイナス3にマイナス7の3倍、マイナス21を足す、すなわちマイナス3足す21で18になると、こういうことです。で、次はですね、1行目の主成分が1、2行目の主成分も1になりましたから、次は3行目の主成分をこう1にしたいわけです。ですから、これは3行目をですね、3行目を、18分の1倍すればいいと、いうことになりますね。で、3行目を18分の1倍するのは簡単ですので、まず省略してですね、ここを省略して、18分の1した、1と、してしまいましょう。で、次にどうするかということですが、次はですね、この3行目の主成分を使って、この主成分のある1、2、3、4、5列目ですからね、5列目の他の成分をこう0にしないといけない、そういうわけです。というわけで、もう一回コピーしますけども、
今から何をするかというと、この1を使ってですね、この2つの成分をゼロにしてあげます。はい、そうするにはまあどうすればいいかということですけども、実際にはまああの、ここ0になってますからね、あんまりまあ計算は大変ではなくて、この2つだけが、あと、最後の列ですね。最後の列もこう入れ替わると、まあ、数字が変わると、いうことです。はい、でこれをまあ計算してあげますと、まあ、どうすればいいかということですけどもね、1行目にですね、1行目から何をすればいいかというと、ね、3行の2倍を引きますね。それから2行目では何をするかというと、2行プラス、ね、3行目の5倍ですね。ね、これをしてあげると、まあ、ここの成分が00になってくれるわけです。はい、でじゃあ最後の列成分はどうなるかということですけども、3にですね、まず1行目の2倍、すなわち3行目の2倍ですね、2を引いてあげますから3-2でここ1になりますね。それからこれはマイナス7に何を引くかというと、ね、マイナス7に、これは5を足すんですね。マイナス7に5を足して、マイナス2になる、ね。まあ、こんな感じになるわけです。はい、でこれで得られた、まあ、一番最後の、に書いてある行列が、まあ、簡約行列になることを、まあ、確かめればいいということなんですけども、まず最初にですね、主成分を見てみましょう。主成分はすべて1になっていますね。ね、はい、でまず最初、主成分が1になっていることは確かめられました。ね、で次にね、主成分が下の行ほど右にあることも、まあ、確かめられましたね。はい、ですから、あと最後は、主成分のある列ですね。ね、ここがあの、この主成分1以外に0になってるかなってますね。で他の列もそうですね。ここもちゃんと、主成分のあるところの列になるわけですけども、ね、1以外は全て0になっている、ね。ここも主成分1以外はあの0になっていますね。はい、というわけで、あのこれはまさにあの簡約行列になってるわけです。はい、というわけで、まあ、あのこのようにしてめでたく簡約行列が求まったと、まあ、そういうことになります。はい、それではですね、あの、まあ、連立方程式の拡大係数行列を、まあ、簡約行列に変形するというところまでやったんですけれども、じゃあその変形した後ですね、じゃあ実際に方程式の解はどのように求めればいいのかということを次にあのお話ししたいと思います。でまあ、あの一般には連立方程式というのは無限個解があるわけですから、まあ、何らかのですね、あの文字変数を使ってその無限個の解を表現するということにこうなるわけです。はい、で、まあ、行列の形がですね、拡大係数行列の形が簡約行列の時にしか、まあ、これは言えないことなんですけども、実はですね、その簡約行列に出てくる主成分がありますね。でその主成分の出てこない列を考えます。いいですか？主成分が出てこない列です ね。主成分が1、こんなふうにあるわけですけども、そうじゃない列、ね。主成分が出てきてない列を考えます、ね。で、その主成分が出てきてない列っていうのは、まあ、各列ごとにですね、その列を決めるごとにそれはね、どこかの、まあ、変数に関する係数が集まってるわけですね。例えば2列目だったら x2 に関する変数が集まって、あの係数が集まってますね。3列目っていうのは x3 に関する係数が集まってるわけですけども、ね、結局まあその、主成分が出てこない列に対応する変数をですね、まあ、あの任意定数というふうに置きますね。任意定数とは何かと申しますと、まあ、どんな数でもいいよということですね。ここに出てくる数は、まあ、どんな数でもちゃんと解になりますと、まあ、そういうものなんですけども、ね、もう一回言いますと、主成分が出てこない列ですね。主成分が出てこない列に対応する変数をすべて任意変数と置きますね。例えば、2列目、3列目と5列目が、ね、主成分出てこないんであったならば、ね、2列目、3列目、5列目に対応する x2、x3、x5 ね、これをね、まあ、アルファ、ベータ、ガンマなどと置いてあげますと、ね、あの直ちに、まあ、あの連立方程式の解が、まあ、あとは移行するだけで、ね、あのできますよとね、そういう、まあ、ことなんです。はい、で、まあ、これもですね、あの口で喋っているだけではですね、あの全く意味がわからないと思いますので、まあ、先ほどの例でですね、あの、まあ、100分には1見にしかずということで、ね、あの実際にやってみたいと思います。はい、それではあのこの方程式の解の形を求めてみたいと思います。先ほどですね、もともとの方程式がございまして、それの、まあ、拡大係数行列、これが、これですね。
で、それをまあ簡略化したものが、これということでした。ですので、方程式はですね、行基本変形によって解の形が変わりませんので、この拡大係数行列に、対応する方程式を解けばよいと、そういうことになるわけです。で、それが成分表示したものを、連立方程式の形に書き直してみたのが、この方程式になると、この方程式になると、そういうことです。はい。で、何をすればよかったかと申しますと、まずですね、主成分のない列がどこかということを考えるのでした。まず主成分がここにありますね。主成分、各行の主成分がここにありますから、この主成分と関係ないですね、列をこう考えます。そうすると、まずここですね、この2つのこう列が出てくるね。はい。ですから、3列目と4列目ですね。で、3列目に対応する変数っていうのは、X3 で、4列目っていうのは、X4 の係数に関係する列でした。ですので、この X3 と X4 を任意定数と置くとですね、うまく、解けると、そういうことなんです。そこで、X3 イコールアルファとね、X4 イコールベータとね、で、アルファは、エルファ、ベータは、任意定数と、いうふうにしましょう。はい。はい。この時ですね、アルファ、ベータと置き直しましたから、どんな感じになるかと、申しますと、この X3 と書いたところがですね、こう、アルファになるわけですね。ここが、こう、アルファになります。アルファになりますね。それから、X4 と書いたところを、ベータに書き換えていくわけですね。ここがベータになります。はい。ベータ。で、そうしてあげてですね、この連立方程式を移行します。移行しますと、どうなるかということなんですけど、移行した式を書きますと、つまり、主成分のある、あったところの、列に関する変数だけ残してですね、アルファベータを右側に持っていこうということです。そうしますと、この連立方程式は、X1 イコールどういう式になるかというと、1マイナス2アルファ、プラスベータと。それから、X2は、マイナス2、マイナス2、プラスアルファ、マイナスベータと。こうなりますね。で、X5 は1そのままです。はい。というわけで、これが、解になると、いうことなんですけれども、この解をですね、もう少しきれいに表してみたいと思います。ですから、結局、X1、X2、X3、X4、X5 とね、こういう、この解を求めなさいということなんですけども、まず X1 が1引く2アルファ、プラスベータですね。はい。で、我々は X2 をこう、X2 は、マイナス2、プラスアルファ、マイナスベータです。はい。で、我々は X3 をアルファと置いたんでしたね。で、X4 をベータと置いてましたね。そして X5 をこう1と置いてました。はい。ですから、これが解の形であると、これが解の形であると言えます。アルファベータはどんな数を入れても、これが方程式の解になっていると、いうことです。で、方程式の解を、求めるということだけであれば、これでよろしいんですけども、これをさらにですね、各係数および、定数のベクトルのに分解しておくと、きれいですので、ちょっと分解してみましょう。そうしますと、まず、係数、アルファ、ベータの係数ではなくてね、定数の係数のところが、1マイナス2、0、0、1と、こうなります。そして、アルファの係数をまとめてあげますと、アルファの係数をまとめますと、マイナス2、マイナス2、あれ？これなんかおかしいですね。おかしくないですね。ちょっと勘違いしましたね。マイナス2、プラス1ですね。アルファの係数はプラス1、プラス1、プラス1、それから、ここが0と、こうなってます。はい。そして、ベータの係数。ベータの係数は、1マイナス1、0、1、そして最後の行は0と、ね。はい。こんな風にですね、きれいに、書き直すことが、できます。ですから、解の形と言いますと、もちろん、この形でもいいんですけれども、できたらですね、この形に書いていただけると、よろしいかと思います。
それでは最後にですね、連立方程式が解を持たない場合について、考えて最後にお伝えしておきたいと思いますね。でそれはこんな感じの場合なんですね。でどういう場合かと申しますと、ね、一番最後の列、拡大係数行列の一番最後の列に何らかの行の主成分がある場合です。いいですか。最後の行、これはつまり方程式でいうと右辺の、ね、定数の情報が出てきているところなわけですけども、そこにですね、どこかの成分 の, どこかの行の主成分がある場合ね。で主成分というのは、行の最初の0でない成分ですから、その、最後の列に、ね、主成分があったら、その行はですね、他全部0なわけね。00000001ってなってるわけですね。ですからこの行に関する方程式っていうのはどういう方程式になってるかっていうと、ね、0x1 プラス 0x2 プラス 0x3 プラスプラスっていって 0xn イコール1という式になるわけですね。ね、でこんな式を満たすような x1、x2、x3 という変数は絶対に見つかりません。ね、ですからこのような方程式は解を持たないと、ね、そういうことにこうなるわけです。いいですか。ですから、拡大係数行列を、ね、簡約行列に変形したときに最後の列ですね、ねにどこかの行の主成分があったらそこは00001というふうになっておりますので、ね、これはこれを満たす解はありませんということになりますので、この連立方程式は解はありませんよということにこうなるわけです。で最後に解き方をまとめておきますと、結局どうすれば解けるかと言いますと、連立一次方程式の解き方は、まずその連立一次方程式に出てくる係数をデータ化した拡大係数行列というのを考えますね。そしてそのままでは解くのが大変なので、拡大係数行列をですね、何回か行基本変形することによって簡約行列と呼ばれるですね、特殊な形の行列に変形しますね。これは必ずできますね。そしてその特殊な簡約行列になった時にどうすれば解が求まるかということなんですけども、もしね最後の列に主成分1があったとしたらね、それは解はありませんということですね。でもしそうでなかった場合ね、最後の列に主成分がなかった場合は解が求まるわけですけども、その時はね主成分のない列ですね、主成分のない列に相当する変数を全て任意定数として置いてあげて、連立方程式を書きまして、ね、そして任意定数の方をですね全部移行してあげると、ね、いうふうにすれば、直ちに、ね、一般解が求まると、ね、こういうふうになるわけです。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりにしたいと思います。